は少し趣を変えて少人数でのアンサンブルをお楽しみいただきたいと思います。それではメンバーを紹介いたします。向かって右より長野真理子です。いつも控えめでおしとやかですが内側には強い心を秘めています。次です。千葉美佐です。落ち込んだ時、ちょっと失敗しちゃった時、とても優しく慰めてくれる気配り満点の響きのお姉さん的存在です。菅真紀子です。動物が大好きです。自宅のペットの世話はもちろんのこと、地域猫の保護活動や通い猫の世話もしていました。飼い犬の散歩に猫が付き従う姿は一時ご近所でも評判になったそうです。次です。佐藤和子です。しっかり者です。ところが2週間前に右手に怪我をしてしまい、今日の出演が危ぶまれていました。回復して本当に良かったです。それでは以上になります。次が演奏します曲は1949年制作のイギリス映画第三の男のテーマ曲です。最近では恵比寿ビールのコマーシャルにも使われましたので皆様よくご存知のメロディーだと思います。リズムに乗って楽しく弾きたいと思います。どうぞお聴きください。
待たせいたしました。第2曲を紹介いたします。まずメンバーを紹介いたします。向かって左より大森進です。人生の3分の1を海外駐在で過ごしました。おおらかな発想はその経験から来ているのかもしれません。続きまして友部純子です。若い頃はエレキギターもバリバリ弾いていました。色白なのは秋田美人だからです。続きまして、岩崎妙恵子。アナウンサー顔負けの異性の持ち主です。毎年の響きの司会のみならず、よその団体からもナレーションの依頼が舞い込みます。今年は座席の配置の関係で彼女に司会をしてもらえなくてとても残念でした。さて、私の紹介をする前に突然で申し訳ありませんが、お手元の手もプログラムのご訂正をお願いいたします。これから演奏する曲エサーメンブーチョの右側にベネズエラ民謡とありますけれども、これをベラスケスという作曲者名にご訂正をお願いいたします。これは楽譜に書いてあったベラスケスというスペルを私が勝手にベネズエラだと思い込んでしまったために起こった間違いです。申し訳ありません。ということで、私は響き一番の粗こつ者です。口の悪い先輩からは忘れ物の女王などと呼ばれてもおります、今野安子と申します。それでは演奏に移ります。私たちが演奏しますレサネムーチョは日本のラテンミュージックのスタンダードナンバーです。物悲しいメロディー、そしてその後ろに流れる飾りメロディーの美しさにも耳を澄ましてみてください。今日はスイングを聴かせたジャズ風のアレンジでちょっと大人っぽく不良っぽく演奏してみたいと思います。どうぞお聴きください。
しました。それではメンバーを紹介いたします。向かって左より塚田明日美です。足腰には自信があります。元気の秘訣は若い頃から続けているテニスだそうです。次です。船戸秀一です。去年新しく入部しました。彼のおかげで響き男子の平均年齢がぐっと下がりました。次です。北島正夫です。響きの会計を務めております。鬼の取り立て人とも大番頭とも言われております。よろしくお願いいたします。それでは演奏に移ります。3人がこれから演奏します曲は久しき昔、英語名はロングロングアホーです。私たち古いイングランド民謡だそうですが、私たちには文部省唱歌思い出としておなじみだと思います。ドドレミミファソラソミという懐かしいメロディーがどんどん形を変え、表紙を変え、時には単調の物悲しいメロディーになって演奏されます。その変化をどうぞお楽しみください。3人からのメッセージをお伝えします。初めての3人共演です。息がぴたりと合うかどうかとても不安ですが、一生懸命演奏いたしますので、皆様どうか大きなお心でお聴きくださいますようお願い申し上げますとのことです。どうぞお聴きください。
バーをご紹介いたします。向かって右より千葉俊秀です。響のデザインを担当しております。今皆様のお手元にある桜模様の美しいプログラムは彼のデザインによるものです。続きまして坂幸秀です。彼は響のホームページを作成してくれています。今日のステージでもステージ全般を取り仕切るステージマネージャーの役目を務めております。それでは演奏の説明に移ります。アベマイアという曲は数多くありますが、その中でも人気の高いシューベルト、グノー、カッチーニが三大アベマイアと呼ばれております。本日お聴きいただきますカッチーニのアベマイアはソプラノ独唱、ピアノなど様々な形で演奏されています。以前は化粧品の CM にも印象的に使われていました。今日の演奏はメロディーと伴奏という2人の役割が曲の途中で交代いたします。個性豊かな2人の弾き方の違い、音色の違いなどを聴き比べてみるのもまた楽しいかと思います。それではどうぞお聴きください。